軍艦島は2017年公開の韓国映画、日本未公開。本作は日程強戦期、長崎県の通称、軍艦島で強制労働させられていた400人余りの朝鮮人が決死の脱出を試みる抗日映画である。監督は前作、ベテランで観客動員1300万人以上を記録したリュスンワンが務めた。 撮影は2016年6月17日に中西北道清州市で始まり、同年12月20日に関温度春選手で終了した。本作は公開前から高い関心を集め、翌2017年1月25日に解禁された。予告編は公開後わずか13時間で再生回数100万ビューチを記録した。2017年7月26日に公開されると、 初日に97万人余りの観客を動員し、韓国のオープニング興行記録を塗り替えたが、風切り後は批判的な話題で取り上げられることが多くなった。まず問題となったのが、韓国映画史上最多のスクリーン数を確保した公開スタイルで、公開初日のスクリーン数は、韓国国内の全スクリーン数2575スクリーンに対して2168。 スクリーンという85%以上を占める数字であり、この映画館独占状態については観客はもちろん各所から非難の声が集まった。また公開後には史実とは異なるストーリー展開や描写への批判などから興行成績が低迷する事態となり、上映スクリーン数の多さも相まって損失は莫大なものとなり、責任を取って監督の妻であり、 制作会社の社長であった間、ヘジョンは、韓国のほとんどの映画協会からの脱退を余儀なくされてしまった。日韓スポーツは、同作が観客が映画を通じて見たかった話を描くのに、失敗したために観客が離れてしまったとの分析を伝えており、韓国のネットユーザーからも厳しい声が寄せられ、ストーリーについての批判も目立っている。フィクションとはいえ、当時の 軍艦島の実際の炭鉱の労働環境とかけ離れた大げさな客色が見られるとして担当の旧島民らから反論声明が出され日韓友好を阻もうとする一部の過激な活動家や運動家が日韓両国や両国民が敵対するように先導することを意図したプロパガンダ映画ではないかとの批判も上がっており軍艦島を世界遺産にする会も担当の歴史を 全否定する内容、鉄像と間違った歴史認識には両国の溝を深めるだけであると批判している。日本の産経新聞は2016年に韓国で出版された児童向けの絵本、軍艦島から恥ずかしい世界文化遺産マイナスについても言及し、これらの映画や絵本は韓国が官民挙げて取り組んだ軍艦島の世界遺産登録反対運動の一環であると報じた。 また、産経新聞は、故郷である軍艦島の姿が国内外で歪められることに、憤りを感じている元島民たちが、正しい姿を後世に伝えるべく、真実の歴史を追求する、丹島島民の会を結成したと報じた。これに対して、韓国の朝鮮日報は、右翼傾向の強い産経新聞が、映画や絵本を、鉄像扱いしたと反発し、 韓国国務総理直属の対日構想期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等支援委員会が作成した実態調査資料や被害者等の証言記録を証拠として示した。また、リュスンワン監督も産経新聞は朝鮮人少年交付など存在しなかったと主張しているが自分たちは取材をしており、 数多くの証言集から事実だという他はないと反論し、世界文化遺産として登録された以上、軍艦島の歴史は世界の人々が知るべきであり、光と影の部分をどちらも潔く明らかにしたとき、文化遺産として真の価値を持つようになるのではないかと述べた。映画に先立つこと7月3日から10日の1週間、広告宣伝として、 アイランド・オブ・ヘルなど過激なコピーとともに、ニューヨーク・タイムズ・スクエアの電光掲示板に流された炭鉱夫人の写真が、軍艦島と無関係な写真であり、炭鉱夫も日本人であったことを指摘され、広報側はフェイクだったことを認めた。当時を知る、担当の旧島民やその子孫などからなる、真実の歴史を追求する、炭島島民の会は、映画と事実が違う点をいくつか挙げて、 反論声明を中日韓国大使と在日本大官民、国民団などに送った。韓国の喜び南女性新聞2020年1月28日の記事は、自称、軍艦島生存者にして証言者のグヨンチョル氏について以下のように記述している。各メディアが軍艦島生存者であり、強制徴用遺族と紹介するグヨンチョル氏の軍艦島体験証言が、 新議論争に包まれた。親分サハメディア JTBC が愚子を庇護するために放送した番組すらも事実と違うという証言が相次いでいる。国内の反日団体とマスコミは軍艦島を地獄の島と描写しつつその証拠として愚子の証言を全面に出している。愚子は軍艦島生存者として常に紹介されてきた。特に2017年7月、 映画、軍艦島の風切りを前後し、具氏は頻繁に日程時代の軍艦島が、朝鮮人には暴力と殺人、飢餓が蔓延する地獄のような島だったと証言しており、メディアは彼の証言をそのまま報道した。1931年に、京昌南道陵山で生まれた具氏は、1949年から反政府運動で逮捕された前歴がある。 彼は1950年に南老党でもなく、近日清直属の朝鮮労働党に入党し、ゲリラ活動として特に、ウルサン地域で米軍を襲撃する活動をしてきた。彼は1954年に、富山市内に潜入したが逮捕され、無期懲役を宣告され、20年以上服役し、1974年になって、ようやく出所した。 北朝鮮のために武装闘争を展開、大韓民国と戦った前歴は、現在進行形である。愚氏は、今も、銃北勢力と一緒に活動している。彼は、現在、祖国統一反民族連合、いわゆる、反民連の不在京北支部連合顧問として、活動している。これは、愚氏の口実自叙伝である、シンブルさんでも確認できる。 喜び南女性新聞2020年1月28日記事。カッコとカッコ内は追記。日本統治時代、日本、軍艦島に徴用された後、命をかけて脱出を試みる約400人の朝鮮人を描いた作品。ありがとうございます。